お疲れ様です。管理者の NHK です。16時半になりましたので、では次から発表事項の説明をよろしくお願いします。はい、お時間をいただきましてありがとうございます。本日発表いたします昨日の県内の新規感染者が2182人となりました。1日あたりの数字としましては初めて2000人を超える、またこれまでの過去最多の数字を1000人近く上回るという大変驚異的な数字だと受け止めております。これから3連休の影響がどのように出ていくのか、また夏休みの期間が本格化するに従いまして、新規感染者がどこまで増えていくのか、全くピークが見通せない大変厳しい状況だと受け止めております。本日は直近の感染状況や県民の皆様への感染防止の呼びかけなど、その内容をですね、このモニターを使いまして説明をさせていただきます。昨日全国30の府県で過去最多を更新をしております。本県を除く九州、沖縄でも全ての県で過去最多を更新するような状況になりました。この日本地図にありますように、今全ての県で直近1週間10万人あたりの感染者数が200人を超えるというかつてない爆発的な感染状況にあるということであります。今日も東京で3万人を超すのではないかという報道が今見られておりましてですね、全国的に大変厳しい状況がついております。その背景としましては、より感染力が強いと言われているオミクロン BA.2 その広がりでありまして、本県におきましてもほぼ半数であります。これまで主流でありました BA.2 系統の約 1.3 倍の感染力ということが指摘をされておりまして、BA.5 系統への置き換わりというものがこの爆発的な感染拡大の背景にあるということであろうかと思います。はい、前週との比較の表であります。8日以降前週を上回るというのがずっと続いておりまして、先週はついに1000人を超すという大変厳しい状況にありました。今日の2182人はこの流れの中でもやはり群を抜いて大変急激に感染が爆発的な感染拡大に見舞われたと。まず県民の皆さんにはですね、この新規感染者数だけで見るとかつてない爆発的な感染状況にあるというところはしっかり受け止めていただきたいと考えております。直近1週間の10万人当たりの感染者数も 729.9 と、年明けの過去3回の感染拡大と比べてもですね、桁違いといいますか、水準の違う数字に直面をしております。全国的にも同様の厳しい状況でありまして、今この宮崎の数字が全国9位、引き続き沖縄、九州が、ここには今長崎だけが入っておりませんが、ほぼ全ての県がこの全国10位以内に入るということ、さらには沖縄1667という、これも大変な数字でありますが、1000人に近づくような数字がこのように並んでいるところであります。繰り返しになりますが、あくまで新規感染者数だけを見るとですね、かつてない爆発的な、そして厳しい状況というものが、本県も直面をしているということであります。県域ごとにつきましても、宮崎市保健所管内が今日1300人弱ということで、この10万人当たりの感染者数も1000人に近づこうとしている、そして全ての県域で上昇し、日向東臼杵県域を除くと過去最多を更新をしているというのが足元での状況ということでございます。重要なポイントとして、年代別につきましても、これまでご説明しておりますような、やはり10代、そして10歳未満というところが多くなっております、そしてそれに続く、その親世代になるであろう20、30、40代というところが多くなっておりまして、この円グラフで示しておりますように、50代以下が、85% を占めているというのが今の状況であります。そして警戒すべきは、それに伴って全体的な感染者数の拡大に伴いまして、
よりリスクの高いこの高齢者層もじわっと感染が拡大している状況が見て取れようかと考えております。もちろん全体の感染者数の抑制も極めて重要なポイントでありますが、そのことにより重症化等のリスクの高い高齢者層への拡大を防いでいくというのが非常に重要なポイントであると考えております。はい、病床使用率にも直近で 34% まで上昇したところであります。年明けワクチンの追加接種が進んでいない状況の中で4割程度まで上昇したところであります。その後追加接種等によりまして、その後もですね、感染拡大もありましたが2割程度に抑えられていたものが、今回は感染者数がこれまでの過去2回目3回目のオミクロン株に伴う感染拡大と比べても、もう桁違いに感染者数の増加に伴いまして、病床使用率も 34% までいっているということであります。来週あたりこれが4割を超えてもおかしくないのではないかというような今緊張感を持っております。今この時点で医療が逼迫をしているという状況にまでは至っておりません。ただこのまま感染拡大が続けば、全体的な感染者数の拡大に伴い、先ほど見ていただきましたように高齢者層への感染の拡大、そのことによる病床使用率の高まり、そしてそのことが医療逼迫につながりかねないという危機的な状況ですね、強い危機感を持って見て、この数字を見ております。なお報道ベースで見たところで正確な数字ではないかもしれませんが、例えば沖縄などは今74だとかですね、で熊本などが65、福岡が40数%というような状況であろうかと思います。先行して感染拡大しているところで、やはり病床使用率がそこまで高まっている状況の中で、本県も、今日初めて2000人を超す過去最多の水準となりましたが、こういった状況が続くと、そういったこの病床使用率が4割だとかですね、5割、大変厳しい状況に直面しかねない、なんとかですね、さらなる拡大を防いでいく必要があるという強い危機感を持って、これを見ているところであります。そして自宅療養者につきましても、今7000人、約7000人というところまで増加をしておるところであります。これまでご説明しておりますように、外部委託ですね、フォローアップセンターで、ほとんどが軽症無症状ということで、そういう方はその民間委託をしたフォローアップセンターがフォローする、そして訪問看護ステーション、そしてリスクの高い方は保健所がという、その3者の体制でですね、なんとか今対応を図っているところでありますが、保健所業務につきましても、職員の派遣等をですね、そして業務の効率化などを行って、なんとかその機能を保つべく取り組んでおりますが、今、懸念をしておりますのが、自宅療養者の皆さんに食料等の支援も行っているところでありますが、これも以前のようにタイムリーに提供できず、少しそういった支援物資の提供が遅れているような現状もあります。後ほどこれについてのお願いも申し上げるところでありますが、全体的な感染者数が増え、保健所機能、それから自宅療養者のさまざまなサポート体制も取ってきておりますが、さまざまな形で、そういった現場の機能にもですね、圧迫が加わっているというところは、ぜひご理解をいただきたいと考えております。でポイントとなりますワクチン の, 追加接種であります、40代までなんとか7割程度まで来ておりますが、まだまだ30代以下がですね、なんとか6割も超えたところでありますが、今の感染状況、やはり若い世代が多いということを考えるとですね、この30代以下の接種率をなんとか高めていく必要があるということであります。今日も松野官房長官もこのワクチンの接種率を高めていくということをですね、会見等でコメントをしておられました。全国的にはまだまだ30代が例えば5割程度とかですね、10代は3割程度ということで、それよりは接種率というものは高い数字になっているのかなと思いますが、ここをしっかりとですね、高めていく、そのためにですね、これまでもご説明しておりますように、3回目、4回目、ぜひ若い世代も含めて検討をいただきたい、
市町村もですね、夜間の接種体制の強化ということで、そこのサポートも行っておりますし、小児向けのワクチンバス、これ、県の方でですね、このような日程で、ワクチンバスを派遣することによって、小児のワクチン接種のサポート体制も強化をすることとしております。お住まいの市町村にかかわらず、接種ができるということでありますので、ぜひ、こういったものを積極的に活用いただいて、自分自身のリスクも低く抑える、そして、無症状のままにそれを広げかねないというところをですね、大切な方の健康、また命を守るためのご協力を、ワクチン接種、そして追加接種を積極的に検討いただくことで、ぜひお願いをしたいと考えております。はい、ポイントとなります。現在、過去例を見ないような県内外での爆発的な感染状況にある。いつどこで誰が感染してもおかしくないというような厳しい状況にあるということをまずは受け止めていただければと考えております。陽性となった方、濃厚接触者となった方にの注意事項はですね、県ホームページでご紹介をしております。そうなってから調べるということではなしにですね、あらかじめ、万が一のことが起こったときというような情報についてもぜひ、ご検討、積極的にですね、この情報を、入れておいて、知っておいていただきたいというふうに考えております。それから、先ほど申し上げました、自宅療養者の急増に伴ってですね、支援物資の配送に時間を要している、これまでのように迅速に提供できない場合がありますので、もしもの場合に備えて1週間程度の食料とか、特にポイントとなりますのは常備薬ですね。それぞれ必要な常備薬なども備蓄をなどもぜひ心がけていただきたいと考えております。そしてお近くにご家族だとか親戚お知り合いの方頼ることができるような場合はですね、ぜひそういった方のとのサポート体制についてもあらかじめ相談をいただければと思います。そういった方に頼ることのできない困っておられる方にですね、支援物資を早急に届けるような体制を整えていきたいと考えております。ぜひそういう助け合いのですね、についてもご協力をお願いしたいと考えております。はい、ですね。今こういう状況にあろうかと思います。このまま感染拡大が続くと、高齢者、基礎疾患を有する方に感染が広がって、そういう方の重症化やもしくは命に関わるような深刻な事態、さらには医療の逼迫が懸念されるというような状況もあろうかと考えております。他県、都市部においては医療の逼迫ですね、救急なども受け入れのちょっと停止というようなのを少し報道ベースで沖縄なども見たところでありますし、救急搬送の困難事案も増えているというようなことを言われております。本県でそういうような事例が今多発しているような状況ということではありませんが、医療の逼迫を招きかねない、救える命が救えなくなりかねないというところの危機感は、ぜひ県民の皆様には共有をいただきたいと考えております。また、感染が増えると、濃厚接触者が急増することによって、社会経済活動への甚大な影響が及ぶということですね。感染をしなくても濃厚接触者ということで、さまざまな事業所が機能を発揮できない、そのことにより、社会経済活動に甚大な影響が及ぶということも懸念をされるところでありまして、一人一人の健康を守るということも大事ですし、社会全体で早期に感染を抑制をしていくことで、このしっかりと社会経済活動、社会の機能を守っていく、そこが求められている状況であろうかと考えております。改めて、過去例を見ない爆発的な感染拡大に見舞われている状況の中で、これから夏休み、帰省だとか旅行を考えられる方も多いと思いますが、しっかりと検査ですね、無料検査の体制も整えております。今、こういう爆発的な感染状況の中で、利用も相当程度増えているということですが、なんとかそれに応えるような体制を整えておりますので、検査をしっかりと行っていただくことで、自分の身を守る、それから自分の周囲の方を守るということですね、それから早期に、医療機関を受診をいただきたいと考えております。
イベント前後の行動にも注意を、それから先ほどお願いしておりますようなワクチンの接種の積極的な検討ですね、それから今この暑い時期、まあ、屋外ではですね、熱中症に気をつけていただくことで、マスクを外す場面ということもですね、考えていただきながら、でもリスクの高い場面では適切に不織布マスクを使っていただく必要があるということを改めて注意をいただきたいと考えております。それから今この夏の時期、帰省等でご家族ご親族で高齢の方、もしくは基礎疾患を持たれた方と会われる場面が多いと思います。ぜひそういうリスクの高い方と会われる場合にはですね、直近の検査で先ほど言いましたような陰性を確認していただくこと、これは大変重要だと思いますし、例えば帰省をするとか、まあ、県内であってもですね、親族高齢の方に会う場合は1週間前から大人数や長時間の会食等ですね、感染リスクの高いような行動を避けていただく、まあ、こういったような注意も必要であろうかと考えております。不織マスクの適切な着用、感染に不安のある方はですね、そもそもこれの親族に会うのを、まあ、控えるだとかですね、そういう注意をしていただくことも必要であろうかと思います。これはすでに行動制限でお願いをしております高齢者施設等においてはですね、今のこの状況ではしばらく対面での面会制限のご協力をお願いしたいと考えております。いつどこで誰が感染してもおかしくないという状況の中で、大事なことは重症化等のリスクの高い高齢者、基礎疾患を持たれた方をいかに守っていくか、そしてそういう方の感染を増やさないことによって医療の機能をどう保っていくかという、そこが今求められている状況であろうかと思います。ご質問があろうかと思いますが、特段の強いこれまで行っていましたような、例えば県外との往来についての自粛を求めるだとかですね、飲食の場面でのこれまで以上の強い規制を求めるということを行うわけではありません。先ほどご説明しましたような、こういうポイントを抑えた感染対策、そしてワクチンの追加接種を進めることによってさらなる感染拡大を防いで、この大きな感染の波をなんとかですね、乗り越えていきたい、そのように考えているところであります。はい、私からは以上であります。ありがとうございました。でまず感謝の NHK から質問させていただきます。はい、まず先ほどお話がありました夏休みの関係で、宮崎市さんでも明日終業式があるということで、多くのところで夏休みが本格化するというのはおっしゃっていただいたらなと思います。でその中で特にお子さん例えばその細かいマスクの、付け外しとかが、どうしてもそのお子さんたちだとなかなかご自身だけではできないようなところもあったりするかと思うんですけれども、ちょっと先ほどの話とかぶってしまう部分はあって申し訳ないんですが、この夏休みという状況の中でですね、そのお子さんたちですとか、そのお子さんを見てらっしゃるその親御さんだったり保護者の方にですね、特にこういうところをその注意してほしいだとか、こういうことを例えば家庭できちんとその呼びかけたり守ったりしてほしいとか、そういったところについてはまず知事の思いといいますか、思いをちょっとお伺いしてもよろしいでしょうか。はい、今の感染の爆発的な拡大の中で中心となっているのは、まだまだワクチン接種が進んでいない若い世代、そして10代、10歳未満の子どもたちということであります。今ご指摘ありましたように、学校が開いている間はこれまでもご報告しましたように、部活などを中心とした学校の活動に伴うクラスターの発生などが多数見られたところであります。それをいかに防いでいくかというところが学校が開いているところでの中心的な課題でありましたが、学校が夏休みになる場合はそれ以外の活動の中で、例えばスポーツ活動だとか習い事等ですね、そこでの感染の広がりというものが懸念をされるところでありまして、先ほどスライドでも見ていただきましたように、やはりもし体調が悪い場合はすぐに医療機関を受診をしていただくこと、そして習い事だとか何かスポーツの大会があるから無理して出ようだとかですね、そういったところは控えていただくということ、そして高齢の親族等と会う機会もあると思いますので、感染の不安のあるようなお子さんはやっぱりそういう機会は避けていただくだとか、
もし荒れる場合は適切に不織マスクを使っていただくだとかですね、まあ、これまでもこのコロナとのどういうふうに戦っていくのかというところは、さまざまな知見が積み重なっているところでありまして、改めてそういう基本的な感染防止対策をですね、この夏休みのそういう生活のスタイルの変化に応じてですね、徹底をいただきたい、そのように考えております。はい、手の方で実施されている食料等 の、 支援ですね、はい、まあ、従来と比べて、まあ、ちょっと到着までその、まあ、時間がかかるようになっているということだったんですけれども、まあ、その地域にもよるんだとは思うんですけれども、例えばその従来と比べてどれぐらい日数、あるいはその、まあ、希望、ショートメッセージから希望を出して、大体どれぐらいその届くまでかかっているとか、その辺りの目安といいますか、そういうところってございますでしょうか。はい、そうですね、事務方の報告によると、場合によっては3、4日とかですね、かかっているというふうなことを報告を受けております。あ、どうぞ、はい。福祉保健課でございます。今、知事がおっしゃられたとおりですね、まあ、3日から5日ぐらい遅れているというようなお話を伺っているところであります。まあ、随時ですね、対応するように、今、一生懸命今対応しているところでございます。私から言ったこれで最後にします。最後にですね、まあ、その病床とまあその行動制限の関係に関してなんですけれども、まあ、先ほどのお話の中では、まあ、病床、まあ、医療体制の逼迫というところまでは至ってないというお話もあったかと思うんですけれども、はい、まあ、その現状は一つは 50% というまあ目安がある中で、まあ、その 50% というところまでにはまだその、まあ、開きがある、また開きの中で感染が拡大している状況はあるという、そういった今状況になろうかと思うんですけれども、この 50% というその病床使用率 50% という基準については、まあ、その常に決めている通りで運用されるのか、それとも状況を見ながら場合によってはその50に達していなくても、ちょっとその行動制限というところにその舵を振っていくこともまあり得るのか、その点について今どのようにお考えになっていらっしゃるかというところ、まあ、これまでも機械的にそこを超えたら機械的にということではありませんし、その前にあらかじめ判断をするということもございました。あくまで感染者の伸びだとか病床 の、 その使用率の高まりのこう傾向とかですね、そのリスクがどのようにあるのかというのを総合的に判断をする中で、これも早め早めの段階でそれは県民の皆様にご説明をしていきたいと考えています。はい、ただ全国的に、まあ、国の方針としまして、まあ、これもちょっと表現をですね、正確に伝える必要がありますが、先ほど口頭で説明していましたような社会経済活動を強い規制というものはこれまでのような形では行わないということが言われております。その際今特に先行して拡大しておりますのは沖縄のような状況の中で、これがどういう対策というものが今後取られるのかというのをですね、今後本県としてどのような対策を取るのかということを考える上で非常に参考になるものというふうに考えておりますので、そういう感染が先行して拡大している他県における対策の状況というのも十分参考にしながら、内容についてですね、内容について、それからそのタイミングについてということも検討していきたいと考えております。ありがとうございます。はい、入院向けです。医療の逼迫していないというのは、まあ、入院のことを指しておられる、病床のことを指しておられるということですが、はい、まあ、開業医の方ではやはり逼迫しつつあるという声が聞こえておりまして、宮崎市でも1000人を超えておりますし、やはり都城市とか延岡市、日向市という、特に延岡、日向という医療体制が決して充実しているとは言えないところで100人を超える状況が続くというのは非常に危機感があるなと思うのですが、このあたりの対応策というのは何か。そうですね、はい、それ重要なご指摘だと思います。県全体の数字として、それからさっき申し上げましたような救急医療等のものがですね、通常の
医療サービスを提供できない状況にはないということで、医療逼迫にまで至ってないということで申し上げましたが、個々具体的な例えば医療機関であるとかですね、大変業務量が増大しているような状況というのはあろうかと考えております。そういった医療機関の負担軽減ということも検討する必要がありますので、今医療機関側からいろいろ言われておりますのはみなし陽性というようなことで、すべての陽性患者、疑い患者をすべて診断することなくですね、みなし陽性として判断するというようなことも、これ、医師会等と相談をする必要がありますが、今、検討を進めているところであります。そのことによって、実際に現場で診療を行われる医療機関の負担軽減にもつながっていくものと考えています。あと何点、知事ご自身は現在のこの特段の規制を行わないという政府の方針についてはどのようなお考えをお持ちでしょうか。はい、そうですね、これについてもよくよく我々整理する必要があると思うんですが、行動制限を行わないというところが、まあ、言葉がその言葉がより強く出ている状況がございますが、全くその感染防止対策のための対策を行っていないわけではないんですね。そこが行動制限を行わないというのが、じゃあ感染防止対策をしなくてもいいのかというような受け止められ方をするのが非常に今私懸念をしているところであります。先ほど来説明しておりますように、県をまたいだ往来自粛だとか飲食店に関する時短要請だとか、そういうより強い、これまで行っていたような行動規制は行わないということについての、それが今の方針であると考えております。これはこれまで本件の対応についても説明しましたように、感染拡大初期で20代等の若い世代が感染拡大をして、そこから広がりを抑えるための、例えば飲食店等への協力を求めるというところには、その段階では必要性は感じるものの、今これだけ県内に感染が拡大をし、要はループして感染が再拡大しているような状況の中で、これまでのような対策というものを行う状況にはないというところは理解できるものと思います。その行動制限を行いないというのは、多くはまん延防止等重点措置だとか緊急事態宣言を行わないということでの、そういう表現になされているものというふうに考えております。ただ県民の皆さん、それから国民の皆さんに対しては、いや、感染防止対策といいますか、そこは徹底をする必要があるんだと、そこはこれまで以上に徹底をする必要があるというのは、ぜひ、メディアの皆さんにもお伝えをいただきたいと思いますし、国からも、それから各自治体からも伝える必要があるんではないかと考えております。では、どのように抑えていくのかというところが、まあ、ポイントになろうかと思います。そのことで、先ほど来説明しておりますようなワクチンの追加接種をしっかりと進めていくというのが、まず一つの対策としてありますし、先ほど、まあ、高齢者、今のこの夏の時期は高齢者への感染拡大を防ぐためにということで、基本的な感染対策について注意を促したところでありますが、改めてそういったところを徹底をしていただくことでですね、抑制を図っていくべきのが今の状況であろうかと考えています。確認ですが、まあ、特段の規制を行わないとかということは、つまり強い行動要請は行わないだろうとか、はいはい、そういうことは行えないのであってという意味合いですか。そうですね、はい、ぜひそこをまあご理解いただき、県民の皆さんにはそこをですね、適切に伝えていく必要があると考えております。あ、はい、あ、まず朝日新聞社の大畑です。先ほどまで皆さんが質問されたことと、はい、じゃあ単価下がるんですけれども、行動要請をされないっていう知事の考えられる科学的な根拠は何なんでしょうかっていうのが、知事は12日の会見で、現在よりも、今はそういうことはしないけれども、もしこれから時代が変わるようなら、さらに行動要請みたいなものをしますというふうに明言されていて、ご自身がさっきおっしゃったように、病床使用率は 40%、50% になるかもしれない。もう相当厳しい状況にあるのかなと私自身も受け止めているんですが、そこで、例えば飲食店の、会食の制限を しないとか、そういうことっていう
はい、先ほど説明をしたつもりでありますが、感染拡大初期に、若い世代が飲食の場を通じて大きく拡大するのを抑制するために、まん延防止等重点措置の文脈の中で、飲食店に対する要請を行ってきて、それについては、本件もオミクロン株の初期においては効果があったというふうに考えておりますが、これだけ大きく広がる中で、そして今、飲食店のクラスターが続発することで拡大している状況がない状況の中でですね、そこにだけ対策を打つ合理的な理由はないんではないかというふうなことを申し上げました。そして前回申し上げましたのは、そうは言ってもこれさらにこう厳しくなって、感染がさらに拡大をしていき、いよいよ医療の逼迫というような状況がもう出てくるような状況になればですね、社会全体として改めて、より強い規制を行う必要がある場面も生じる可能性があるというふうな認識であります。今この30を超えたところでありますが、今そこまでの状況にはないものというふうに判断をして、これまでのような特段の強い規制については行わないということであります。関連でもう一つだけ、はい、今の知事のお答えですけれども、はい、飲食店でクラスターって本当に起きてないんでしょうか。私は県が把握できてないんだと思います。はい、そこは重要なご指摘だと考えております。そうですね、疫学調査等を重点化する、リスクの高いところに重点化することによって、以前であれば全体の感染状況の広がりを見ることによって、飲食店起因のクラスターというのが見えておりましたが、それが見えてない状況というのが、実は厳密に言うと正確な判断だというふうに考えております。でもそこで一切生じていないということを申し上げているわけではなく、ただそこで、続発して多発しているような状況にまでは今ないというふうには考えております。すみません、もうこれでやめます、はい、結局知事が危惧していらっしゃる3連休とか夏休みというのは結局人流が増える、でその人流が増えるってどういうことかっていうと、みんなが多分マスクを外して喋ったりするんだよ。それってこれからお盆も迎えますけど、飲食店での会食っておそらく相当影響してるんじゃないかと思うんです。で、ここまで増えてる状況で、ワクチンって言ってもなかなかすぐ即効性があるわけじゃないの で、4回目も59歳以下の方は打ってないし、で、それってなかなか県民に届きにくいんじゃないかな。だからもう少し強い、少なくとも何か一つ打つことが必要なんじゃないかなと、ちょっと個人的に思いますので、はい、はい、ご指摘はしっかり受け止めたいと思います。これまでも申し上げてきましたが、やはり一定の対策を打って、その知見を踏まえて、またワクチンの接種だとか、その変異株の特性を踏まえて、これまで対策をこう見直してきたわけでありますが、これまでの規制より弱くなっているではないかと、じゃあそこまで警戒しなくていいのかというような伝わり方をするというのは非常に心配をしているところであります。極端なことを言えば、本当に第1波、第2波の頃にはですね、全国的なその移動制限まで、それから飲食店にも休業要請などもしてきた、それと比べると緩いじゃないか、何も対策してないじゃないかというふうな見られ方をしようかと思います。ただ何もしてないわけではなく、デルタ株の後はそれをさらに上回るような大きな感染拡大があってもしっかり受け止められるようにということで、病床についても増やしてきた、それから検査体制についても強化をしてきたということで、そのデルタ株までと比べてもさらにもうはるかに大きな波ではありますが、ある程度受け止めている、それは病床使用率のところでしっかり我々が今後どの程度リスクがあるかというところを見極めて判断をしているということであります。はい、はい、ご指摘は理解できますので、しっかり受け止めて今後必要な対策を打っていきたいと思います。先ほど手を挙げた共同通信の諏訪と申します。はい、感染が、かつてない状況を迎えているということだったと思うんですけれども、この感染者の中で無症状の割合っていうのは実際どれくらいあるのかなというのは把握されていますでしょうか。はい。はい、感染症対策課でございます。手元にですね、無症状の方という、その、
般的に医療機関を受診して陽性となるケースが多くございますので、何らかの症状があって受診するということになろうかと思いますので、症状のその濃淡はあろうかと思いますけれども、全くの無症状で診察受けられる方というのは非常に少ないのではないかと思っています。10代以下が多いということだと思うんですけれども、この10代以下っていうのも、例えば教室で誰かが感染して、その周りにいる何人かを検査したら、症状はないけど陽性だったっていう場合ではなく、10代以下も何かしら喉が痛いとかっていうので、個々が医療機関を受診した結果が、この、10代以下の、予想 30% を占めているっていう状況につながっているという理解でよろしいでしょうか。はい、見込みの通り、症状が現れた方が、受診につながって、陽性が確認されるというケースでございます。先ほど説明もありましたように、現在、保健所の方は重点化ということで、リスクの高い方を中心に行いますので、そういうところからしますと、重点化から外れておりますので、症状のある方ということになります。ありがとうございました。はい。宮崎日日新聞の草野です。病床使用率は 34% ということなんですけれども、はい、先日の知事会の、コロナ分科会の中で、熊本の知事が、多分1週間で十数ポイント増えているという報告されていて、うん、多分その時は4割ぐらいだったと思うんですけれども、うん、今6割ということで、倍々で増えているという印象があるんですけれども、本県も先週からすると、ポジションが上がっていると、そうするとどう引き目に見ても、多分来週の半ば、もしくは来週中ぐらいには50人なんか届くのかなという印象を受けるんですけれども、その他場合、病床使用率と重症病床使用率、基準2つありますけれども、いわゆる、今一番レベルの高い緊急事態ということをもう視野に入れているのかいないのかというのは。来週は先ほど言いましたのは4割も超すようなところまではということで、危機感を持っておるところでありますが、ご指摘のようにですね、感染がこういうようにどん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 増えていくと、今のような数字 5割とかですね、そこもなりかねないというところがあります。先ほども質問いただきましたが、やはりその増え方、それからその中身にですね、高齢者とリスクの高い方がどんどんこう感染が増えていくような状況になるのか、その中で重症化される方がどれぐらいおられるのかというようなですね、そういうような総合的に判断をする中で、今後のさらなる対策がですね、必要になってくる場面ということもあり得るということを考えております。その時にやはり今後着目すべきは、今大変より厳しい状況にある沖縄において、今後国、それから沖縄県がどのような判断をされるのかというのはですね、今のこのオミクロン BA.5 の流行の中でどのような対策を打つべきかという、専門家の分析なり判断を踏まえての対策が捉えるというふうに思いますので、そこを今注視をしております。県の、緊急事態宣言の中で、選択肢がいくつか行動制限あると思うんですけれども、飲食への制限であるとか、いわゆる行動制限ですね、外出を自粛してくださいとかいうことがあるかと思うんですけれども、知事が現状その、全てを、その選択肢として取った方がいいというふうに考えているのか、やはり今お話を聞いていると、飲食が急所になっている、なっていた以前とは状況が違うんだということをおっしゃっているんだと思うんですけど、そうすると飲食への制限は取り除いた上で他の行動制限でコントロールしていくということなのか、どういう今考えでしたか。今言われたようなさまざまな対策というのは、やはりデルタ株までの知見を踏まえたような対策であります。
より感染力が強いものの重症化の度合いはそこまではないというこのオミクロン株にどう対処していくのかというのは機械的にこれまでの対策を当てはめるのではないというのが今国全体の方針であり、まあ、本県としてもそこを取っているところであります。まあ、かといってそういったこれまでの対策の選択肢といいますか、それを全て否定するものではありませんが、今このような状況の中で、多くが軽症であったりというようなオミクロン株の感染拡大にどう対処していくのかというのはですね、よりその次なる対策としてはしっかり状況に応じたものを行っていく必要があるものと考えております。まだ今の時点でこうします、こういうのを予定してますというところが整理できているわけではありません。あと最後の1点、私も家族が熱発が検査を受けたんですけれども、はい、陰性だったんですが、検査の結果が、届くまでに、2日ぐらい、時間がかかっておりまして、かなりその、検査の方が、目詰まりしているのか、人数がこれだけ多いんですねという状況もあるのかなと思いまして、で先ほど見出し要請の話、ございましたけど、具体的にどういうふうにどういうやり方で考えていらっしゃるのかというと、もし今分かっている範囲でお願いします。はい、先ほど見出し要請の説明の中で補足も兼ねて申し上げますと、見出し要請はその地域の感染状況に応じまして、診療検査医療機関への受診に一定の時間を要する状況となっている場合に、感染拡大のその臨時的な対応として、取り扱われるものでございます。この場合、同居家族とかの感染者の濃厚接触者である、例えば小さいお子さんがすでに確定検査を受けているといったような場合であれば、その、ご家族の中で臨床症状、例えば発熱とか咳とかですね、そういったものを持って、医師の判断によって診断が可能となっております。従いまして、検査はしないけれども臨床症状の診察は行われるというようなこととなっております。従いまして、本件も記者が申されるようにですね、医療への負荷がこの検査の中で、あるということであればですね、関係機関、県医師会等々との協議をしながらですね、導入に向けて検討したいという説明でございました。以上でございます。他の質問はどうでしょうか。よろしいでしょうか、ご記者様。それでしたら、追加の質問がないようですね、はい、これで会見を終了できればと思います。ありがとうございました。